がとうございます。はい、こんにちは、工藤です。今日はですね、海外不動産のプロのアンナさんをお呼びして、いろいろお話を伺えればと思っております。で、今、この動画は、僕のチャンネルで、一本ね、長尺のやつ撮ってて、僕のチャンネルで後半なんですね。なので、まあ、ここから見てもらってもいいんですけど、前半、アンナさんのチャンネルでアップしているので、その動画概要欄に貼っておきます。それを見てから、またこっち戻ってきていただいて、見ていただいた方がよりわかりやすいと思います。ということで、ちょっと簡単に自己紹介を、はい、ご報告だけお願いしていいですか。はい。アンナ・ドバイザーズ株式会社の代表の荒木アンナと言います。弊社はですね、日本の東京とカンボジアの首都のプノンペンというところにですね、拠点がございまして、特にカンボジアのですね、不動産の仲介ですとか、売買とか管理、そして転売の方をメインとして行っている会社です。ですので海外不動産で特に、カンボジアに強い、そんな会社でございます。よろしくお願いします。で、前半の方で僕も喋ってるんですけど、その海外不動産ってマーケット的なところ考えても、まあ、日本にはない、まあ、そのメリットとかいろいろ喋っていただけるんですけど、ところがやっぱあるなと思っているんですけど、さっぱり分かんなくて、なので結構根掘り葉掘り普通にナチュラルに聞いているので、まあ、なんかその辺をこう見ていただいて、まあ、海外の、ね、不動産どんな感じなのかなっていうのを分かっていただければいいかなと思います。では本編どうぞ。で、それが1部屋目か1部屋目で完成してないので、私が払ったのが1250万のうち600万ぐらいなんですよ。ああ、今おっしゃったことですね。で、完成に近づくにつれて払っていくんですけども、その買った時から半年後ぐらいですね、別の人で買いたいという方が現れて、あ、その権利用的なことで生まっちゃった権利用ね、はい、はい、で、それがまさかの2000万円になって入れたんですね。完成前にです、半年で。なるほどね。はい、それってどうやってるんでしたっけ。1200万ぐらいの権利買った、払ってるの600万、うん、で、その権利に2000万がついたってことですね。そうです。単純に残りの支払いは次の人が引き継ぐってことです。それって800万儲かってるって単純な話ではない。そうです。あ、その話。そうです。すげえ話ですね。そうなんです。すげえ話。半年で、うん、半年でどんな値上がりするんですか。でも今はもうある程度そこから日数が経ってるので、そこまでのパフォーマンスは出ないんですけども、当時はまだ外人がほとんどいなくって、うん、っていうなんかスペシャルな案件だったので、そういったパフォーマンスが出ましたけども、まあ、それを体験して、あ、これ絶対面白いと思って。いや、それは面白いでしょそれは面白いでしょ半年で、はい、そんな、ね、普通の人以上の年収分ぐらい入ってちゃうんですね。へえ、それがきっかけだったんですね。そうなんです。なんか他にも、なんかそれこそアメリカとか、うん、わかんないですけど、うん、いろんな国も比較して今のそこに落ち着いてるんですか。というわけじゃなくて、もうその出来事でやっぱここが熱くないってなって、うん、もうそのまま突っ込んでたんですか。そうですね。その SBI の時にいろいろ比較して、あ、カンボジアだって思って、ここで仕事しようと思って、そこでさらに不動産投資したら当たって、あ、間違いないなっていうところでスタートしてます。なるほど。で、あとは米ドルで投資ができて、かつ、銀行の預金がですね、定期預金 5% もつくんですね。で、ちなみにその私が買った時は2013年の時は 8% とかついてたんですよ。バブリー。そう定期預金で 5% つくんですか。はい、しかも米ドルです。あれ、まだ完成してないんですもんね。あ、完成し、それは定期預金どのタイミングで出てくるんですか。定期預金は別にいつでもいいんですけど、普通に今行って開けるのとかでもいいんですけど。ああ、そうだ、別の話ってことか、うん、別の話。ああ、なるほどなるほど。で、その物件が完成して賃料が入りますよね。で、そしたらその賃料をそっちの定期預金に入れればどういうことか分かりますよね。はい、はい、そんないいことあるって感じですよね。そうなんです。でも本当なんです。本当に、うん、本当です。いや、そうなんです。あ、でも日本もそんな感じでしたもんね、うん、バブルの時とか、うん、国内、違う、企業内年金とか、うん、企業内定期預金的なのね、うん、親から聞くと 7%、 そうそう、 7% みたいな、そうそうそう、レベルが2つぐらい違うけどね。そうです、そうです。へえ。で、しかもドルだから言うってことですよね。その現地、なんだろう、ちゃんと信用力がある通貨だからってことですよね、うん、そうです。だから、まあ、やっぱりリスクとしてはさっきみたいに止まってしまうとか、開発会社ってその売りながら工事資金集めてくる。なるほどね。だから売れなかったら、ね、そうなんですよ。売れなかったら止まってしまう。止まってしまったら仲介会社も逃げるとか
それが一つあります。よく聞く話。なるほどなるほど。あとはもう最初から架空の案件を紹介されてるっていうことです。ああもうどうしようもできないよね。そうです。まあでも日本でもありますもんね、うん、日本でも地面下げとかいますから、ね、うん、で SBI にいらっしゃって、はい、カンボジアに行きました。で不動産爆当たりして、うん、でしばらくやってたんですね SBI も。 SBI はね、あの私カンボジアに5年ほど住んでたんですけども、辞めて現地に移住して、少しだけあの金融機関で働いてたんですね現地に。あ、そうなんですね、うん、その中で不動産投資したのが当たって、あ、これはいけると思って起業しました。あ、1個目に買ったその半年で大化けしたのは SBI 時代ですか。もう、ね、辞めてますね、うん、現地に住んでる時です。そうなんだ、それすごくないですか。じゃあもうカンボジア熱ってなってもう行ったれって言ったんですか。そうです、そうそうそう。その行動力すごいですね、うん、当時はね独身で、まあ、今あの子供が2人いるんですけども、独身でなんていうか、まあ、失うものがなかった。今僕が行くみたいなもんか。そう、言っちゃえよっていう、そんな感じ。なるほどね、で独立してやってらっしゃるんです。そうなんです。今行けるっていう、簡単で行けって言ったらちょっと考えます、ね、行きそうっすよ。話聞いてると。でも現地で今でも拠点があって、まあ、現地スタッフでいて現地で今管理してます。なるほどね、なるほどね、うん、あで今お住まいこっちなんですね。昨日はこっち。そういうシステムなんだ。システム。あ、だから不動産の話。はい、そうなんです。で、国内の人が買ってるんですか。そのアンナさんのお客さんとしては、うん、あの日本の不動産と海外不動産の結構大きな違いがですね、融資が使いにくいんですね。あ、そう、それをまさに今聞こうと思って。あ、なるほど。どうやって買うんですかみたいな、うん、キャッシュです。基本キャッシュで買うんですか。うん、弊社のお客様だと9割キャッシュです。あ、じゃあ融資引く人もいるんですか。本当に一部で、日本の不動産をお持ちでその不動産がその担保評価として降りる場合。あ、なるほどなるほど、はい、え、どこの銀行さんとかが多いんですか。ですね、銀行というか政策金融公庫さんで借りるケースと、あとはもうお付き合いのある銀行に聞いてみるっていう方。なるほどね、公庫でそんな融資出るんだ、うん、まあ、でもほぼキャッシュってことですね。です、本当にレギュラーってことですね。はい、なのでそういった理由で必然的に経営者の方とか、あとはお医者様とか。ああ、リッチだね。はい、リッチな、はい、大体1000万ぐらいとかな。なんかどれくらいのロットが多いんですか。ですね、1000万ぐらいから2000万ぐらいが、まあ、日本人の方が買いやすい価格帯で、あとはもう5000万、6000万といろいろございます。1億まで、2億まであります。そんなあるんだ、はい、ちなみにここの撮影に来る前にあのご契約いただいたのは5000万円のお部屋です。5000万円の一部屋ってことですか。一部屋。オフィス。オフィス、うん、日本でいうとどこのどんなもんですか。あ、丸ビル。丸ビルです。建設途中の丸ビルの、はい、11階のお部屋です。の一区画ってことですか。はい、そういうの買えるんだ、ロマンあるな、はい、それごめんなさい、5000万ぐらいでしたっけ。5000万ぐらい。でも丸ビル5000万で買えてると思ったらなんかお得な感じしますよね。うん、で皆さんそれはどっかで売却して利確する想定なんですか。今お話しした案件がちょっと特殊で、物件、特殊なんです。物件が完成したら10年間開発会社が 9.5% の利回り保証してくれますよっていう案件なんですね。すごくないですかね。なので物件が完成して、じゃあオフィスなので分かんないですけど、じゃあ大手の会計事務所が配布すると、普通はそこの賃料はそのままオーナーさんに、まあ、経費引かれて入ると思うんですけども。そうですね、うん、ではなく、その賃料が関係なく、空室だろうが入っていようがいくらだっていうか、開発会社が10年間平均で 9.5% を保証しますよってことなので、サブレース的な、そんな感じです。はい、それで 9.5? 9.5 ベートルで、そうなんです、保証がされています。まあ、いつから保証されるんでしたっけ。買ってから今、ね、作ってるやつなので来年の7月からです。完成してからってことですか。完成してから10年間ってこと。それすごくないですか。そうなんです。そしてさらにですね、なんか怪しい話ですか。えって多分言うと思うんですけど、はい、10年後に開発会社が買った金額と同額で買い取ってくれますよっていうオプションがついてます。でそれは
オーナー様が選んでいただけるんですね。売ることもできるし、そのまんま運用して、そう、あの賃料を得て、いずれ例えばじゃあ5000万で買った部屋が15年後に7000万になってます、1億になってますっていうふうに、まあ、ありえそうですね。そう、マーケットが見えればその時に売ればいいです。なるほどね、それすごいですね。だからその金融商品的な、あ、そうです感じってどうですか、いわゆる国内の不動産投資のなんか家賃でインカム入ってきますとかっていうよりかは、うん、そう買い取ってくれる。じゃああれですか、その冒頭出てきたようにその建設会社が吹っ飛ばない限りは。そうです。吹っ飛ばないんですか。はい、吹っ飛びませんと私の口からは絶対に言えなくてです。そうですね、そうっすよね。僕も前職不動産屋さんだったんで、あの修行考えてたんですけど、はい、絶対潜れますって言ったら確かにね、まあ、言ってたけど結構先輩そう、あのリスク の説明をちゃんとさせていただくと、開発会社が飛ぶっていうリスクと物件が完成しないリスク、あとはカンボジアって国の関東リスク、この3つは絶対ついていきます。で、今回のこの開発会社に関しましては過去2棟ですね、あの実績があって、弊社とも7年の付き合いになるんですね。そんなに。そうなんです。でもう日本のメインの代理店として販売とか管理を一番やっている代理店でして、過去の完成時期を1日も遅れず、利回り保証のお部屋も本当に、そうなんです、あの何百人って方にお買い上げいただいてますけど、一人も漏れなくしっかり利回り保証の賃料が支払いされてるんですね。で海外でいうと結構ありえない話で、まあ、ありえなそうと思いました、はい、後期遅れず日本でも遅れるのに、そう半年から3年は遅れてご愛嬌って言われるんですけど、ね、3年きついな。あ、全然ありますよ、本当にあります。別に私3年って言われて全然驚かないです。へえ、うん、あ、まあそうだよねみたいな感じです。まあそうですね、日本でもありますもんね、うん、地元の駅の改修工事5年ぐらい遅れてます。あ、そう、いつ上がんないですか線路。そんな感じですっていうリスクが、まあ、ついてはくるんですけど、過去がしっかりしていて、まあ、私自身もお客様にご案内して、あのお客様からそういったクレームがないの で、まあ、まあその辺はでもそうですよね、うん、状況を整理してリスク取りますか取りませんかって話ですもんね。そうですへえ、なるほど、面白いな、勉強になりました。はい、なのでその利回り保証をさらに銀行の提供金に入れたら 5% っていうことです。そうですね、ちょっと変則的な複利みたいになるってことですね。そうですすごいですね、なんかいろいろ聞きたいことがふつふつと湧き上がってきましたけど、いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。ちょっといろいろ聞きたいこともあるんですけど、はい、この動画はここで締めようかなと思うので、はいはい、またちょっと別のテーマでいろいろお話ししたいと思います、はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。